はいどうも、中迫レモンです。本日紹介する機器はこちら、ババーン、エスパーコントロールですね。はい、まあ最近のスタンダードチャレンジで、入賞してた、方のリスト持ってきたんですけど、はい、まあ最近はね、久々、スタンダードの環境的には本当に久々にコントロールがね、ちゃんとティア1に入ってくれるような環境になったと思うんです。めちゃくちゃ珍しいですね。はい、今までね、行かれた環境、ラグドスミッドレンジだったりとか、まあ、あれもコントロールに近かったんですけど、ラグドスミッドレンジ、まあその前からね、結構いろんなデッキあったと思うんですけど、本当に久々に来たかなっていう印象があります。はい、まあ、コントロールとミッドレンジの差が何かって言われると、個人的にはね、カウンターの枚数だったりとか全体軸の枚数かなとは思うんですけど、はい、まあ、久々の純正コントロールということで、フィニッシャーが、ミレックスとホーローのみと。最近の流行りは本当にこのホローとミレックスのみのフィニッシャーのコントロールが多いのかなっていう印象はあります。はい、そしてまあそこ以外はね、しっかりとカウンターだったりとか、除去だったりとか、まああとドロスだったりとかで固められててっていう、まあ本当にね、古き良き除去コントロール、エスパーコントロールといえばこんな感じだよねみたいなところが揃ってるかなっていう印象です。はい、まあ本当ね、今まであんま使えなかったですけど、記憶の氾濫だったりとか、あとはまあ国崎とかですかね、これらのカードってめちゃくちゃ今まで強かったんです。今までも、ただ環境的に色が合わないだったりとか、まあそもそも記憶の氾濫がなくてもドロス足りてるよねっていう、バンクバスターとかね、足りてるよねっていうのがあったんで、まあ最近入ってなかったんですけど、また戻ってきたっていうのは非常にいいポイントなのかなと思います。で、しっかりとね、メインボードにクリーチャーを採用しない、まあホローだったりとかミレックスだったりとかのトークンはありますけど、まあこういう風に採用しないことによって、相手のこの手のね、除去だったりとかをまあかわすことができますし、まあサイドボードからね、まあシェオルだったりとか入れることによって、相手が除去抜いてきたところにしっかりと刺さる形っていうのが、まあ綺麗にできる形になってるのかなと思います。はい、まあ個人的にはね、 B1 ならメインにシェオル入れてもいいかなとか、あとはまあいろんな動き自体はあると思うんですけど、非常に強力なデッキなので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率 100% ですね。5戦5勝の 100% です。最近なんか5戦ぐらいやって全部勝てる試合が多いですね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手なんで除去ハンドキープですね。フェインランドがちょっといた、あーセーフ、ファーストランド来たのでセーフ。まああとはね、追加でいくつか土地が引ければ OK かなと思います。相手アゾコンですかね。対アゾコンは岩式の収集の通りがすごいいいんで、まあこれは一旦使いましょう。カウンターされても OK なんですよ、このタイミングって。分散でしょ。まああんま追放カウンターはよろしくはないんですが、これこっち置くか。追放カウンターはあんまりよろしくはないんですが、まあそんなに悪い形ではないですね。先にミレックス展開されちゃったのはちょっと嫌なんで、起動してきたら記憶の氾濫でいいんですけど、まあセレスタスと、まあスローランドかな。セレスタスとスローランド持っていきましょう。まあ、お互いこう記憶の氾濫を打ち合うパターンではあると思うので、でまあ次のターンはタップインセレスタスであんまり問題はないかなっていう印象はありますかね。まあ、先にこっちのダニが作られてるのはめちゃくちゃ嫌ではあるんですが、まあ、こういうセレスタスとかをね、展開できた時の、まあ、バリューの高さっていうのはしっかりとあるんで、まあ、ちゃんと虚空先もありますからね。で、このセレスタスを割りに来るのであれば、切り崩しでしっかり対処してあげれる問題ないと思います。動きなんですけど、まあ、ホーローとかがぶっちゃけ出てきても大丈夫なんで、ここで切り崩しで落とします。のど首狙いが使えなさそうですね。出ますか。あ、ホーロー引けたのはでかいですね。太陽効果で、相手の動きなんですけど、ホーロー出して大丈夫です。ミレックスが出てくるトークンってホーローのこの22警戒がバチクソに重いんですよ。なんでまあこういうのでしっかりと動いてあげるのがいいと思います。昼間に変えてくることはまあないと思うんですよね。
なんでかっていうと、まあアゾコンのこの手のタイプのデッキってね、本当にあエスパーコンか、あのマジでミレックスとホールオーでしか殴ってこないんで、でここに対して処理を打ってくれるなら OK なんですよ。かき消し、これはメインで打っちゃっていいか。うん、メインで打って、まあ土地とホールオーとかが積もれれば OK。 ミレックス積もれるのが一番強いですね。まあドロー層は積もれたんでギリギリ OK ですか。うん、雲山無償よりはなんか記憶の氾濫とかの方が強そうな見た目がありますね。一応このターンミレックス使われちゃいますし、まあ記憶の花もガンガン打っちゃっていきますか。あ、ミレックスやっといけましたね。ミレックスとまあサビレタ浜でいいかな。ここはしっかりとルーティングをしたいターンになると思います。捨てるのはまあ浜かな。動きとしてね、しっかりとまあ動き方があるんで、対面にエスパーコン相手はね、しっかりとした動き方があるんで、で基本的になんですけど、まあ、ベリアンとかもあんま関係ないんで私はいらないかな。ここにいるベリアナはしっかりしばっか勝ちで問題ないんですが、ミレックス置いて、メインからフォローでいいか。うん、メインからフォロー、除去が無限に飛んでくると思うんですけど、これはチェック入れてエンド。うん、ミレックス、まあベリアナのマイナスを切らせる気はないんで、ここで一旦落とします。で虚空先はね、打ち消されないので、フレインズウォーカー処理に絶対使いましょう。フレインズウォーカー処理以外で虚空先使っちゃいけないです。まあ、ここ落とされても太陽効果とかが使えるのであれば OK ではありますね。うん、まあ一旦太陽効果打ちますか。マナがしっかりと出てる形なんでね、記憶の氾濫も一応打てる形ではありますし、まあ、太陽効果しっかり打てればね、ミレックスから出てきたトークンしっかり受かるんで、うん、まあここで太陽効果通して構えてあげてでいいんじゃないでしょうか。エンド、うん、まあ、相手からも切り崩しとかね、無限に除去自体は飛んでくると思うんですけど、まあまあしゃあないかなって感じです。除去をこいつらに切ってくれるのであれば OK なんです。うん、まあこっちがね、記憶の判断とかガンガン使い回してどうこうっていう動きはしてあげる必要はありますけど、それぐらいなので。でこの対面なんですが、ミレックス以外の勝ちっていうのはほぼないと思ってます。このファイレクシャンとかで殴ってもあんま美味しくないんで、記憶の判断がいっぱい落ちちゃったのが嫌ですが、まあ、一応もう一枚あるんで、うん、かき消しはあるんじゃないかな。続いてかき消しがある気がします。なんでかき消しケアしながら動いてあげましょう。なんかかき消しがね、通るような形で私が展開しないんで、うん、かき消しはあると思った方がいいと思います。はい、まあ、こっち置いて殴ってあげましょう。相手の敵からフォローを飛んできますかね。飛んでくるなら飛んでくるで問題はないんですが、まあカードめくってる枚数こっちの方が多いんでね、うん、記憶の氾濫が3枚消えたのが相当重いところではありますけど、フォローを、うん、三無償はしゃあないですね。まああとはどっかでもう一回太陽効果をぶっ破してあげる形にはなるかなと思います。いい感じです。ミレックス、分散、これフォロー何枚消えた？フォロー3枚か、まあ、とりあえず殴りはします。まあ、置いてエンドで記憶の氾濫を打ってから
でいいかな。記憶の反乱打ちます。こう書き消し以外がなくて、まあ逃げとかなんですけど、そこで打ってくれるなら OK。 これは書き消し構える必要がないので、そがれの凶楽かな。うん、書き消しんだけは絶対当たんないように動きたいですね。6ソリン、同点は出てくると思いますね。同点出てきて6レッド起動、土地置いてフルパンソリン、結構プレインズウォーカー多そうですね、相手のデッキ。うん、フルパンソリンから太陽効果でいきましょう。これが一番刺さると思います。うん、この最後の1枚書き消しだと思ってるんで、まあ書き消しだけは当たんないように動いてあげれば大丈夫だと思います。でこれここまで来ると切り崩しにものどくみにも当たんないんですよ。あーミリックス2枚はちょっと嫌ですが、太陽ミレックストークン、うん、黄昏の凶楽を使うこともないんで、まあこれは殴ってあげましょう。はい、向こうから殴ってくることはないんで、しばらくは まあでも全体的にはちょっと今嫌なんで、ちょっと待ちでもいいですけどね、まあ、殴ってくるならフォロー出します。殴ってくるならフォローを出してあげて、ブロックブロックでいきましょう。ほい10、6、7、警戒トークンが2体いると、まあ向こうからミレックスが増えてきても大丈夫なんで、うん、このまま、まあ、フォローをもう一回トークン出していいか。ここだけで殴ります。こいつも殴っていいや。4点、これ66個。ほい、まあラフィーンの塔サイクリングとミレックス起動で問題なさそうですね。うん、9、11、プラス、12、大体で取るですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手スタータンで除去ハンドは OK でしょう。キープします。兵士ですね。対兵士はまあしっかりとこの辺の除去前到達できるかどうかと、先にのサリアがどうかどうこうできるかどうかのゲームですね。ちなみにデニックはしばらく放置していいんで、うん、デニック言うてねライフゲインしかしませんからね。これはのど首をとっとと徴兵士官に当てて、ドーマトイの先兵に切り崩しを与えます。当てます。これは、はい、切り崩しミレックスから置いちゃってもよかった気はしますけどね。うん、まあ書き消しとかもあったりするんで、わりかし問題なく動けるタイミングではあるのかなって気はします。ただこういうね徴兵士官は、まあ、デニックのサイズ同じなんですけど、リソース補充をしちゃうんですよ後々。なんでそこが結構嫌なんで、落とすべきはこっちからだと思います。まあしっかりとねフォローとか使って動いてあげればいいと思うんで、ダーに落ちますか。これはエディクトでダに捨ててもらいましょう。デニック死んでくれればそれはそれで問題はないです。ダニ単品だったら関係ないんで、問題なのはダニじゃなくて、ダニの横に立つやつですからね。まあ、ミレックス置いてんのでしょう。ちなみに、ここデニック出てくるのは書き消しで消してあげて大丈夫です。うん、でスクレルブなんですけど、まあメインフォローで取ってあげても悪くはないかなっていう印象はあります。まあ一番欲しいのは土地ですけどね。あと2回土地引いて国別ぶっぱすれば勝てるんで、まあ、置いてエンドでいきますか。うん、スクレルブ切ってもらうためにホーローを出して
でそこから動いてあげるで問題はないと思います。いいよ全然気持ち。まあしゃあないですね。 X2 まで。小三兵、これは航路を置いて、まあこうして、まあ遠くに一応生成しておきましょう。アンタップインの土地が引けるのであればあんまり問題はなかったんですけど、これトークントークンでいいですね。このホロー死んでもいいんで、徴兵士官の起動がちょっと嫌ですかね。はい、まあそれで来るのであればガブグロしてます。ダニとかその辺も関係ないのと、なんか除去打ってくれるならそれはそれで私一切問題がないと思ってるんで、このままなんか展開してくれるのが一番嬉しいですけどね。展開してこないとちょっと面倒さいことにはなるかなっていう印象はあります。放浪を残しながら動きたいので、デミックそのまま1コストのクリーチャー展開してくれると嬉しいですけどね。お、いいですね、ディレクトス起動で。区別で全部流してあげましょう。はい、まあアーティファクトクリーチャーエンチャント墓地全部でいきましょう。放浪が残ってくれた形なので、愛情伝説1枚なんですよ。愛情伝説1枚からイーオスの遍歴の地出てきても全く怖くないんで、結構いい形になったかなと思います。とりあえず記憶の反乱とかからね、しっかりと除去カードだったりとかを持ってこれると嬉しいですね。これは記憶の反乱、まあ魚だわらと放浪でいいか。これ一応雲散無償が打てる感じになってるんで、ダニ単品なら一切の問題はないですし、この天空者の士官とかをしっかりとカウンターできるようになってますからね。まあこのままこのトークンで殴っていくので問題ないと思います。で相手の手札がどうやらダニっぽいんですよね。ここまで出してこないのカウンターでもないですし、土地がダニだと思います。これは土地もう一枚拾いに行きますか。八マナまである方が強そうな見た目あります。雲散無償も持っときたいですね。はい、エンド。まあ虚空先だったりとかそっちとかでも動けるんで、はい、一回カウンターしてあげましょう。対戦で登場ですね。ゲットゲーム対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にはまあやっぱりね、しっかりとホーローだけで、ホーローとミレックスでゲームしに行くっていうのは本当に強いデッキになっていくのかなと思います。はい、ただやっぱり弱点らしい弱点っていうのもしっかりあって、それがライフゲインの要素ですね。まあ黄昏の巨落メインサイド合わせて、まあこの辺が入ったりとかシオルとかいたりとかするんで、まあサイドオーガラはなんとかなるんですけど、特に BO1 ですね、BO1 で後手引いた時に赤タアグロに分されちゃうとさすがに厳しいっていうのはあるかなと思います。どうしようもないんですけどねどうしようもないポイントではあると思うんですけど、まあ赤タアグロに後手引いて、まあクマのプラス2コストの動きとかされて切り崩し当たんなくてみたいな、そんな形にされちゃうとさすがに負けちゃうかなっていう印象があります。はい、まあまあその辺はどうしようもないとは思ってるんで、まあそういうのが嫌ならね、 BO3 行って、黄昏の狂乱とかをねがっつり積む、一封鎖だったりとかシオルとかシザメとか使って相手のカードをしっかり妨害してあげるっていうのが、ね、まあ強いと思うんですけど、そうじゃない場合、 BO1 で戦う場合はまあ相手の除去を避けるっていう名目はあるんですけど、まあシオルとか入れてあげることによって安定度が上がったりとか、まあ黄昏の狂乱あたりをね積んであげることによるっていうメリット自体はあるのかなとは思います。まあその分ね、入れちゃうと対コントロール性能っていうのが落ちちゃうんですけど、まあ、対コントロールミレックスだけでゲームできるみたいなね、そういうところはあったりするんで、はい、まあいろんな感じ自体はできるのかなと思います。総じて今の環境だとね、本当にこの手のまあしっかりとしたコントロールっていうのは強い環境になってくれた。まあラクドスミットがいなくなったおかげで、まあ2ターン目3ターン目特に銀行破りですね、銀行破りと鏡合いの偶話がなくなったことによって初動確定でカウンターしなきゃいけないみたいな、そういう環境ではなくなったっていうのは非常に、まあ楽な動きになったかなと思いますので、はい、よろしければ皆さんぜひ使ってみていかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。